隠れてはないかも。よしと、この子もできたらゲットした。あ、こっち向いちゃった。大丈夫。よしどうかしら。出てきちゃうかしら。よし。よかった。と、これも取っておきましょう。これはなんかこう、ちょっと今までと色が違うね。ひめりの実。よし。と、向こうにキラキラ蜜があるので拾っていきましょう。あとは、ここは誰かいる？誰もいない？降りたいけど危ないかもしれない。誰かの声が聞こえてるんだけど、ポケモンの声だと思うんだけど、誰かはわからない。いやー、ゆったり探索もしたいような気もしている。ちょっと怪しし様に乗せてもらって、これはなんだろう。キングリーフは持ちきれない。こっちはいける？いけそうだね。いけそうだけど、ここはちょっと落ちてしまいそう。落ちてしまってもいいとかあるのかな？どれぐらいの高さだったらいけるのかが、いまいち分かっていないし、同じところをぐるぐるしてしまっている気がするんだけど、向こうにいるのはカロボシ。こっちはマスキッパがいたところ、危ない。ロスレイドが、荒ぶってるわけではないんだよね。荒ぶっているのと、親分は別物なんだよね。と、パラスがいる。あ、間違えた。スクリーンショットを撮ってしまったけど、怪しい様から降りたかったんだ。降りたかったんだけど、見つかってるのは、大丈夫だね。よし。で、パラスがそこにいたのをゲットしていきたいと思います。だけど、あれだね、こう、玉石がね、ちょっと足りていないから、見つかっちゃったので、諦めよう。こっち側に来て、危ないし、足場が意外とない。意外と何もない。危ない、落ちる、うわ、大丈夫なんだね。意外と、降りれるんだね。ここはどこ？これはこうはできないね。ここは、誰かいる。違う、誰かいるんじゃない。石が、動いてるんだ。これぐらいなら大丈夫じゃない？危なかった。ごめんよ。怪しい様、ごめんよ。よし、鉄のかけら取って、あれはもうバトルになりそうなので、ちまきくん体力危ないかな？大丈夫かな？石つぶてが出てきてしまったけど、まあ、大丈夫だね。では、この葉の力技で、もうちょっと倒してしまう気持ちでいきましょう。どうかしら？よし、よかった。玉石も、できたし。この道具は持ちきれませんわ。なんだろう。わからなかったけど、この辺りは何がある？誰がいる？なんかこう、変なところも歩いてきてしまってるけど、よかったのかな？こんなとこ通れる？でもここにアイテムがあるということは通ってもいいということ。危ない。今ちょっとこう、無理やりすぎたかもしれない。怪しし様に乗ってる時と、乗ってない時、どっちが、こう、高さが、ね、出せるんだろうね。さすがにやっぱり怪しし様に乗ってる時の方がいいのかな。金色平野に来たんだね。そうだね。このところに帰ってきたね。これも取っておきたい。なるべく玉石を取っておいて、安全なところで作りましょう。あとは、でももうこの辺の人たちは、捕まえているので、マスキッパに見つかっちゃったので、走っていきましょう。よし。では、ここまで来たら大丈夫なので、何かイベントが始まるね。あなた素晴らしいですって、ワロさんが話しかけてくれている。時空の裂け目に消えていく光。またまたキングを沈めましたねって言ってくれてる。
なぜ荒ぶるのかという謎は解けていないようですが、荒ぶるキングを恐れずに沈めていく凄さたるや。あなたという存在が翡翠の歴史を変えるのでは？で、それを、そう言われると、歴史のね、第一人者になれるっていうワクワクと、元々の新王地方というか、ね、ダイヤモンドパールの時代を知っているから、変わってしまう、歴史が変わってしまうのかな、大丈夫かなっていう不安が入り混じるのは私だけでしょうか。もっと仲良くしてください。ではまた今度。なんか不思議な感じだったね。仲良くしてねっていうことを言いに来てくれた。と、なんだろう、なんか、あと、8、7、6。あ、調査報告のため、博士のところへ行きますかーっていうのが、こんなところで出るんだね。うん、なんかこう、上空にさ、あのマーカーがあるから、不思議な感じだったんだけど、ここで博士にお声掛けしてねーっていうことかな。なのですが、その前に一旦ちょっとだけ休んで、みんなの体力を回復させてあげましょう。よしよし。みんな休んで元気になったので、博士にお話ししておきましょう。そう、ポケモンは今回あんまり捕まえなかったね。お願いします。だけど、まあ、初めての子もいるから、よしとして、今回の報酬は1468円。もっともっと捕まえないと、あれだね、ポーチ広げなきゃいけないのに、調査が進んだようですね。早速報告してください。どうかしら？どうかしら？あ、これは、ランク上がるんじゃない？報告しに行かなきゃ。団員ランク昇格ですね。島星隊長に報告するのです。峠クイーンドレディアを沈めたのですね。村に戻って電木さんに報告です。というので、帰ってきました、ことぶき村。まずは、もうすぐに団長のところになるかな。ん？違うね。何かイベントが始まって、ムベさん、どうしたんだろう。わしほどの達人となれば、芋餅は一味も二味も違うわけよ。美味しそうだもんね。みんな大好き芋餅だもんね。お前も今夜は芋餅に深く感謝しながら味わえ。ほら、電木に報告せんか。飯を食うのはその後だ。なんだろうね、こうちょっと意味深というか、え、なんでこう急に改まってどうしたんだろうと思ってしまうのは私だけかしら。その前に、ん？この人は、こんなところにいるのは初めましてだね。一体どこに、あやふみさん。グレーの湿地でも大活躍と噂の調査隊員だね。探したよ。妹のミオは警備隊だけど、湿地へ仕事に行ったきり帰ってこない。君は湿地でひなつって人を見つけたってね。だったら、ミオも探せるんじゃないか。手がかりは？ポケモンの力で探すのかい？なら、ミオ愛用の手ぬぐいはどうだろう。ガシグマは匂いを覚えた。頼んだよ。湿地で行方知れずのミオを見つけてくれ。迷子の警備隊湿地。これはちょっと、あ、また同じくなんだね。ガチグマライドの青色の反応を手がかりに警備隊のミオさんを探す。あ、かしこまりました。探しておきましょう。そして、団員ランクを上げてください。よし。これでいいかしら？アンノーンはね、まだ全然なんだけどね。承認するランクアップの手続きだ。三つ星かなになるんじゃないかな。団員ランクがアップ。三つ星だって。君の銀河団団員としてのランクは三つ星に上がった。スーパーボールが使えるようになった。レベル40までのポケモンが指示を聞いてくれるようになった。調査報告で得られる報酬を多くもらえるようになった。これらも渡す。クラフトに必要なレシピだ。スーパーボールのレシピを手に入れた。ボングリの実、鉄のかけら、玉石。では、
次なるランクを目指し、ポケモン図鑑完成に勤しめと言ってもらったので、スーパーボールも作ってみたいところではあるのですが、一旦団長に報告に行きましょう。団長はもう団長一人で待ってるかな。そんな感じでね、誰か来てるとかではなさそうだね。団長を沈めました。ドレディアを無事に沈めたのだな。はい、ならばよし。銀河団が翡翠地方で暮らすため、場合によってはポケモンと戦うだろう。だがそれも争いのない新天地を作り出すため。時空の裂け目から落ちてきたお前、時空の裂け目よりのから雷にて荒ぶるキング。もしかして関わりがあったりせぬだろうな。ないことを証明するために裂け目も調べねばならぬかもな。夏の悩みを達成。そしてもうこのまま何か始まってしまうのでしょうか。あ、芋餅だ。芋餅だ。もうちょっとね、あれだけど。ほらよ、出来たて熱々の芋餅じゃー。みんな芋餅を味わい、みんなと芋餅を味わい、ポケモンの研究調査をまとめ、ぐっすり眠る。良いことです。毎日同じようなことの繰り返しで、調査も生活の準備も進んでいるのかな。そうだ、メイに刺激のあるものをやるよ。バリバリ玉のレシピを手に入れた。バリバリ芋と玉ゼンマイ。ノープロブレムです。自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。この言葉を信じるのです。そうすればいつかポケモン図鑑も完成します。と、ちょっとこう、バリバリ玉は何かちょっと分かっていなかったけど、博士がいい話をしてくれて、翌日、何かが始まる予感。でもこう、ムベさん意味深だった割には特に何事もなかったね。あ、ひなつさんだ。おはよう。メイ、私、散髪屋で働く。うん。私だけが言える髪型も選べるようにする。もちろん、ドレディアのキャプテンも続ける。二足のわらじってやつ。そうなんだね、そうなんだね。じゃあもういつでも会えるようになったかな。メイも散髪屋においでよ。髪結いしてやるからさ。そうなのね。あ、団長来た。沢さんも散髪屋の後継者ができてよかった。で、天木さん、ガチグマのことだけど、ことぶき村で働くのであれば、どこの誰であろうと大切な仲間。みなつ殿、よろしく頼む。よかった。ここもね、こう、和解ではないけれどもね。メイ、始まりの浜に向かうぞ。なんで?ついてこい。はい。どうしたんだろう?なんかこう、始まりの浜のお話は特に何も聞いてなかったんだけど。どうしたのかしら、これは。喧嘩してる?揉めてる?のかな?翡翠地方にいらしたばかりの方々だ。これから、ことぶき村で共に暮らす。あ、そうなのね、そうなのね。揉めてるわけでなくてよかった。銀河団が初上陸したのが、ここ、始まりの浜。あなたたちの新しい生活も、ここから始まりますぞで。私がいたのも、多分ここ、始まりの浜。翡翠地方は、強く怖い野生のポケモンが多くいると聞いています。ですが、銀河団はポケモンに詳しく、不思議な力を借りて、ことぶき村を発展させているとか。その通りです。それらの伝聞は、調査隊メイのおかげ。あ、なんかこう、ちょっと、さっきは、ね、時空の裂け目とお前関わりあるのか、みたいな感じの言い方だったけれども、この感じは、ね、うちの、この調査隊、うちのメイのおかげだよっていう感じで紹介してくれる感じだから、ちょっとこう、認めてくれたとか、そういうことなのかな?みんなで、さらに、ことぶき村を発展させ、翡翠で暮らしていきましょう。
天木さん、よろしくお願いします、お願いいたします。みんなちょっとこう心なしか笑顔でね、よかったよかった。だけどみんないなくなってしまった。調査隊がポケモンを調べることで安心して行動できる範囲が広がり、彼らを受け入れることができた。メイ、お前は本当にポケモンが好きなのだな。はい、家は選べない。こんな、ここで家は選べない。ポケモンは銀河団の同胞を何人も襲っている。それでも好きというのは調査隊に必要な資質かもな。良いか、ポケモンは恐ろしい生き物。共に暮らすにせよ、そうでないにせよ、ポケモンのことは詳しく知っておかねばならない。この電木、団長としてことぶき村の皆を守るためであれば、時として過断な処置を下す。ボス、真珠団のカイさんがいらしてます。テテルさんがやってきたね。あの件だな。メイよ、調査隊の働きによって変わりつつあることぶき村の様子を見ろ。その上で団長室に来るのだ。よいな。ちょっと噛んでしまったけれども、あ、こう見回りをしてから団長の部屋に行ったらいいんだね。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。